ゾンビは倒すと出てくるんですか？みたいだね。それ以外もなんかあの弾の箱あるじゃん、アーマーボックスっていうのかな、ほいほい、はいはい、ああいうところにも入ってる。なるほど。いや近接一発だからワンチャンワンチャン強い説っていうね。まあ普通強い、なんかその街、まあ、スモークがあるからね。うん、まあ、普通にやっぱあの普通のマルチでないスモークがあるからナイファー大戦法ができるわけですよ。おっあの一発目にいただきました、ありがとうございます。お、素晴らしい。普通にゾンビ倒さなくても落ちてたね。見た目的にはどんな感じですか？見た目がさ、なあ、これどうなんだろう、ゾンビであるタイプかな。今作のゾンビの防衛ナイフ全然使ってないかわかんないんだよね。ゾンビ今回迷彩バック頑張ってたから。あ、いた、敵いた敵いた、防衛ナイフでやっちゃって、ね、いいっすか、一人だけいた。敵いる、一人だけいた、防衛ナイフ、おお強い強い、くらえゾンビ、おお、ゾンビワンパンだ。てかこれおしゃれなところさ、突き刺さって落ちてるんだよね。今武器変えてみたらわかるだろうけども。あ、ほんまや、オシャンティ、オシャンティでしょ。へえ、はえーって感じだわ。あ、いた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 、そこだ。あっお前ガバガバ判定、お前いや、あのね、言わせてほしい、あのサスタモーションしたのに死んでくれなかった。あー、いるね、一人一人見えた、もう一人見えたら人っぱいいると思う。ワンパーティー、ツーパーティー、3パーティーぐらいいるかなそっか、まあ、開幕ボーイナイフ拾っちゃえばこっちのもんですけどね。コンカッション当てたけどな。よっしゃ、ボーイナイフあった。ドヤ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 、オッケー。お、ミニナイフ持ったの、こっち。お、敵になんかこいつ、うわ、ナイファーもナイフ持ってるって言われた、かわいい。お、ナイフゲット、ナイフ、しゃあ、ボーイナイフ強い。開幕、ごめん、うん、 SG では勝てなかった。死んじゃった、死んじゃった、多分。ああ、いるわ、うん、くれやーべえ途中抜けしたかった、あいつどうする、アイフル、先行くしかねえな。昔俺アイフルの姉さんめっちゃ好きやったよ。どういうこと。いや、あれ出てる人って、まあ無名かどうかわかんないけど、まあそんな、まあ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 、なんか OL でちょっと小切れな感じの人が出てるけど、めっちゃ好きだった、たまらなく好きだったもう幼少期なのに発情してた。誰だろうな、俺初めて、あー、あれだな、多分世界に一つだけの花に、ん、世界に、世界の中心で愛を叫ぶに出てた、うん、誰だっけあの人、あの女優さん、わかんない、出てた女優さんに俺は多分初めて恋をしたな。え、それで言ったら俺上田綾、確か石原さとみっすよ。いや、石原さとみは王道すぎ、あ、まあ上田綾も王道だけどさ、上田綾の昔の、石原、うん、何、いや、石原さとみが王道になったのって割とでも俺が大学とかっすよ。なんか昔はそうでもなかったイメージ、なんかタラコ唇って言われてたイメージ。いや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 、それは失礼でしょマジで、お前ハンチに殺されるよ、まあ、れ本当に。それは失礼ですけどなんかでもガチで最強でしょってなったのって割となんか最近目の作品なイメージだな。まあ昔はガッキーはもうとにかく可愛かったけど、まあ、まあ、ポッキーは、まあ、ポッキーの CM、 そうっすね、そう、レッツやポッキーっあ、イエーってやってたよ。ガッキーは一生、確かにそうだな。ガッキーはもう最初からもう生まれた時から多分産声上げた時あたりからもう最強だった。なんなんだろうな、赤ちゃんの時点で多分光ってたんだろうね、あれは。赤ちゃんってかも多分その精子の段階でやっぱ出来が違ったんだ。汚いこと言うなお前は精子の段階マジで汚い。いや、出来が違ったんだろうな本当に。我々もね、そう、我々もでもあの厳しい生存競争を勝ち抜いてきたエリートのはずなんですけどね。まあ、話がね、その方向の未来が汚い方向にしか行かないからやめようぜ。もうあの十中八九汚い方向にしか進まないから俺。わーい、僕の ICR だ。あ、じゃあさ、これどうぞどうぞ。あー、ありがとう。めちゃめちゃ怒ってた。お、スモークあるね。スモークあるな、でかい。スモークはちょっと拾っておきたいよね。うん、一個持ってます。ムキさん、ちょっと三人称か見させて。ほいほい。あー、あ、ストップ、ストップ。でかいな、でも、三人称でもでかい。マジ？うん、でかい。結構でかいっすね。普
通にでかいな。これは死ぬわ。ああ、まあ確かこれ刺さったら普通に死ぬな。あれが違うな。桁が違う、うん。ガチガチのサバイバルナイフだよね。うん。かわいい。いや、あのまずハドソンがやってるとすっごいシュールなんだ。かわいい。こいつのさ死に方ってさ、まあ味方守るためだったにしても、足をさショットガンでぶっ刺して動けない状態で確か喉元かっ切られて死んだんだよ。痛え。マジで痛え。グロい。俺あのシーン大っ嫌い。そういやアックスが確かアーマー削れないようにしてあれなんだよ、殺せるんだよ。だからレベ3も無傷で回収できるんだけど、ボーイナイフは果たしてっていう。果たして。あ、ヘリコプターだ。ボーイナイフで撃ち落とし。あ、痛い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 。どっから撃たれてんの？わかんない。あ、見えた。NW300 の方の。あー、家ね。建物。うん。了解。いやースナイパー系をこっち誰も持ってないから辛いね。ワイワイチを牽制して、あーバレた。アーマーちょっと入る。したかな。アーマーちょっと入れる。はい。顔出せ。来た。顔出せって言ったら見えないからここか。うーん、めっちゃアーマー弾いてる。今のうちにちょっと右回りとかで3回した方がいいな。はい。ナイファーこれ突き刺すモーションあるからさ、一人やった後多分2体目普通にやられちゃうから、そこはカバーで、うん、あー待って、裏回ってるあいつだ。あー、まあ弾いた、完璧。あいつらのなんか裏にドロップが落ちた。うん、そう、それを俺が取りに行ってますか。じゃあやるしかないな。普通に今打ち合ってるけどこいつはクソイブだ。ドロップ拾いに行ったやつのアーマー、はいだ、一人一人だん。ナイス。後ろからも来てるけどあいつは大丈夫か。あー、どっか行ったな。うん、どっか行ったね。あ、手前いるわ。手前やった。一人キル。あー、いつ。ボーイナイフのイカズチをくれ。あのスモークのところね。了解。いクラスター入れよっかな。クラスターオンライン。なんかモーションセンサーの音するし。いや、それね、あれ建物付近だから。あ、待って、撃たれてるからカバー欲しいかも。やった、ダウンですね。ナイス。ヘビアマつけてるのか。ヘビアマか。あー、多分物資からつけてる。ヘビアマ弾いた、ヘビアマ弾いた。ナイス。やったナイス。全員ダウン。これ別パだよ、多分別パ。こいつら別パから撃たれてたからね。ま了解。うん。こっち寄ってきそうだな、あいつら。どうだろう。一人じわじわ寄ってきてる。うん。もう早めにこっち止めといた方がいいかもしんない。向こう寄せていいかも。撃っていいかも、あれ。撃った。了解。離れてんな。3人いますからね。あ、4人いる。普通にそこなかった。あー、1人アーマー取りましたね。もう1人アーマー3発当てかな、さっきのところ。あー、了解。あー、次ランチ。これ左回りから行かないとやばい。左回り撃たれた。レッツゴーレッツゴー、左回り。で、その木の根元まで行きたいな。ですね。初期だけはセンサーだと使ったらやばいことなってる。ジェで行きすぎないでね。うん、俺ここで停電してる。いや、抜かれるんだよな普通にそこって。もうあんまないな。うわー、ちょっと右回りめっちゃ敵いるから俺左回り行こう。これ左から取った方がいいかもしんない。そっか、俺今一番後ろ警戒してるよ。あ、一人ダウン入りましたね。ナイス。左に2枚と右に2枚なんで。左の赤点、あー今、蘇生中か。ここは遮蔽物が何にもないからさ。くれ、クラスターグレネード。右回りで殺すしかねえ。撃たないで。一人ダウン。ナイス。一人ダウンっすね。俺裏取りしてる今。やった、ダウン。あと一人っす。それいけるよ、JD 多分裏取れる。やったやったやった、オールダウン。ナイスです。ふぅ、アサルだけちょっとアサっちゃおうか。うん、早くだけさっさとアサりて。左から撃たれてんな。あの家のところ、唯一今範囲入ってるところ。あー、そこか。やべえ、俺火力ね。あと包帯3しかね。あー、あっちで今やり合ってるわ。はい。あ、じゃあ今ここで小手さんちょっと渡しますね。あざっす。スーサーダートオンライン。今あんな感じ、今あんな感じ。了解。はい、了解です。いや、やり合ってんな。やり合い、やり合い、やり合い。す
潰し合え。クラスターグレネードじゃ。あー出てきた出てきた。よーし、ね、クラスター効いてんね。これあと何人？ あとそいつラストですね。あの車の後ろ。後ろ任せろ、俺に任せてくれ。いけ、いけ、ナイキル、いけ、ナイキル、させ、ナイキル。じゃあ判定やばくねこれ。ガバガバすぎだろ。いやー、やばすぎこの判定。まあとりあえずは、とりあえずはまあナイファーでドンカス取れたからいいんだけど。ナイファーでドンカスでいいんだけど。